あなたの心にいるわと。はい、というわけでね、今回はね、久しぶりにゲーム実況をやっていきたいと思います。今回のゲームは、なんか、あの、昔のさ、携帯のゲームみたいのでだった、なんかこうさ、わらわらっていうちっちゃいキャラクターが、こうなんかゲームを作るみたいなの、なんか、あったじゃないですか、あったじゃないですか。それはね、なんかそういうのね、いろいろかわいいなって思ってたんですけど、なんかね、スタッフさんがなんかそれに似たようなゲームをね、見つけてきてくれたらしいのでね、今日はそれをやっていきたいと思います。はい、ではね、今回やるゲームはこちら、じじ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 ーん、プリズムアーキテクト。うーい、いや、なんかね、なんかプリズムアーキテクト、プリズムっていうさ、響きでめちゃくちゃ可愛くないですか。なんか魔法少女みたいな感じでね、なんかちっちゃいやつがいっぱい出てくる感じらしいのでね、すごい楽しみです。まあなんかあれですよね、みんなわかってると思うんですけど、まあ相変わらずこのゲームはなんでまあね、ちょっとうまくいくかはわからないんですけれどもね、まあ頑張ってやっていきたいと思います。それでは行きましょう。大好き。はい、それではですね、プリズムアーキテクトかーん、やっていこうと思います。なんか、音、え、ありがとうございました。はいはい、 CEO、 君にちょっとした課題だ。はい、20殺人の罪でこの刑務所に収容され、死刑が確定している受刑者がいる。プリズム感とは、え、このような、なんかさ、なんかプロジェクトの黒とこポイってなってる。プロジェクトでまず最初にしなければならないのは外壁を建てることだ。他には執行室と放置室を設けるのに十分なスペースが、え、チビキャラはチビキャラだけどさ、え、あ、こういうこと、こういうことだよね。え、ああ、はい、電話の音めっちゃビビるんだけど。はい、建物の建築を担当するのは作業員だ。この保管室から鋼鉄やコンクリートを集め、建築現場へと持って行ってくれる。これらの材料を使って、まず基礎と骨ってじゃなんか違くない？いいのかな、これで。ここが、一番時間のかかるところ。新しい建物を作る際には、そのことをあらかじめ頭に、はい、待っている間に周りを見渡してみよう。移動は、ふんふんふん。矢印、ズームは、はい、ズン。あ、引きすぎた、あ、引きすぎた、あ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 、なんかいる、記者、あ、すごいすごい、プロフィール出た。ベネディクト、ベネ、ジガー、
シガータバコ42歳判決内容、自動車乗っ取り、強盗、窃盗、恐喝極悪人じゃないですか機嫌めっちゃいいな、これみんな違うのかな、プロフィール。あ、ステファンが…所持？所持って何を思ってたんだ。罪で5年の判決。何持ってたんだろう。はい、なんだっけ、あ、あれだ、進めないとなんですね。はい、あ、ここだここだ。え、急にさ音なくなるのやめません。え、あ、あ、戻ってきた。んーと、入り口、入り口、入り、やった、よし。え、でかくない？こっち、こっちだ、これだ。出て、え、違うじゃん、違う。あ、作ってますってことで時間飛ばします。おい、建物の中に死刑執行室届く。ベソックギリにはレンガの壁を使う。はい、あの壁はこれですね。そうですね、そうですね。はい、チリーン。え、もうチビキャラはチビキャラですけれども、けれどもわちゃわちゃしていますけれども、なんか集団移動してるんだけど、何、どこ行くの、え、どこ行くの、どこ行くの、何してんの。いやー、こいつ何で捕まったのかな、こいつ。あー違う、レンガの壁建設しないで。はあ、遊ばずに真面目に作りましょうかね。ほら、この人たちは真面目に作ってるからさ。ほら、はい、あの壁、壁、全然できないんだけど。あ、あ、あ、作ってますのところね。はい、でででででで、よし、はい、それぞれの壁にドアをつけ、マウスのミドルボタン、これか、はい、ほい、よし、あああこれ何してんの、みんな。あ、あ、ご飯食べてる、ご飯食べてる。アンターザロック27歳。ベース内に部屋も、はい、小さい方のエリアには、どこ、大きい方のエリアには死刑執行室を、はい、いや、チラッて見ちゃったんですけど、この人あれだね、あの、家族、彼女、娘、息子、母、父、なんかちょっとあれなんですかね、ちょっとあれな感じの、うん、なんでもないですよいしょー、え、もう、え、物騒、物騒、え、それか、こう、ここですね。はい、なんかこう自分の手でこういう場所を生み出していくというのは、こうなかなか、うーい。新しく設置した部屋は条件を満たさなければ機能しない。職場にはベッドとトイレが必要。ケースボイスに、ティーンケースが必要ですか、そうですか、
最後にします。とりあえずベッドにしよう。とりあえずベッドで、トイレ置いて、すごい向き。え、ベッドの真横真ん前にトイレあるの超嫌だね。で、ああ、はい。働いてもらいましょう。はい。タカ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 、ああ、めんどくさいなみんな。はいはい、できましたかね。わあはい、もしもし、これで最低限の設備は整った。しかしこの建物を向上させるためにできることがいくつか残る。行うかどうかは君次第。最低条件は満たされている。受刑者や彼らが暮らす環境について気にかけているなら改善させるのも良い。はい、景色の見える窓や本棚を追加すればアップス。あ、なんかお部屋をいろいろ変えられる感じなんですかね。高品質の材料を床に敷けば施設の雰囲気も良くなる。うんうん。屋外には照明を追加したり、必要に応じて舗装通路を設け、通路、あ、そう、さっき見つけたんですけど、なんか二人いるんだよね、ここだけ。はい。あ、受刑者、エドワード・ロムジ。信じられないかもしれないが、かつては教師を、先生！先生、どっち？こっち？本持ってるし、先生的な。刑が本当に彼にふさわしい処分物であるかどうかは、法律が決めることだ。我々がしなければならないのは、誰だ、手仕事をこなすこと。別の準備が十分に整った受刑者は新しいとこ。あー、ポラロイド写真？あ、さん、うー、びっくりした。はい、ああ、すごいすごい、なんかリアルな写真が。あ、こっちか。そうだよね、そうだよね、オレンジの服着てるもんね。そっかそっか。英国の殺人鬼で判決を疑う余地もなければ同情の余地もない。もう後ろのおじいちゃんなんか取り残されたみたいな顔してんじゃん。自白もしている。自分が犯した罪についてやつが何と言ったか聞きたいか。聞きたくありません、そういうのは。ちょっと夜の11時頃だったな。家の明かりがついてたから、うーい、あいつが家にいるって分かった。あいつ、みんなどこ行くの。ああ、これはあれかな、回想的な、その、やってしまった日の回想的なやつですかね。あ、すごい綺麗なお家。ドアはね、ちゃんと閉めた方がいいと思いますよ。あっ！あっ！あ、これは、あれですか？ああー！これは映して大丈夫なやつですか？ YouTube さん的に。エドワード、見ると思ってたよ。ああ、これは、やめろ、頼む。やめろ、頼む。どうするつもりだ？ああ、男へ、男へ、男へ、ああ、キヤー、ああ、ベッドが大変なことになってます。これは、え、あ、そういう感じなんですね。銃置いて帰って大丈夫なのかな。いやー、でもさー、完全に、テロ？黒、黒だ。死刑になって当然。まあ、二人、撃ってますからね。どんな人間にだって許し、どんな人間だって許しを受ける権利がある。彼も含めて、こんな極刑を与えていいと思って、神父さんなんだ、この人。妻に浮気されたからってあのひどい目に遭わせていいわけない。まあ頭をズドンって言ってましたからね。弾を込めた銃を持っていったんだ。浮気現場で使う気満々で二重殺人。あ、罪を犯したのが100マイル北だったら判決は終身刑になっていたはず。こんなのが正義といい。100マイルってどれくらいの距離ですかね。
え、どうする？2メートルとかだったらやだな。こんな危険なやつを野放しにしたいのか、いなくなってくれた方が安心だと思わないか？でも、はい、順調に進んでいます。はい、2つだけ問題があります。計執行室が機能していない、電力が供給されていないからだ。部屋に電気を通さなければ、あ、ってことはまだこれはただのちょっと趣味の悪い椅子っていう感じなんですかね。はい、公共設備モードがオンになった。刑務所全体の電気系統を確認できる。刑務所のすべての建物は地下の太い電気ケーブルによって送電網につながれている。これか。電力は全国送電網から変電所、この変電所から刑務所。はい、あ、人がいっぱいいる。天の通り、設置されたウィングってなんだ、全体が停電状態になっている。真っ暗だ。解決するには電気水道モードオンにして停電の原因を突き止める。うん、一番近くの電気ケーブル、この緑のやつだよね多分。おい、電力を供給するために電気ケーブルをもっと近くに持って、はい、これだ。はい、ここから繋げるのかな。ほい、ドゥ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 、ディリーン。え、これもさ、こう、あ、ここにこうつなげたらいいんですかね。はい、はい、で、あとは頑張ってください。見せたんだけど、はい、はい、出ます、はい、はい。着信音にビビり倒して見せたんだけど、はい。電気が必要なのは照明だけじゃない。で、え、今繋いだよ、電気椅子。パワーケーブルを使って、刑執行施設を送電網に繋げよう。え？繋いだ丸。はい。電気製品としては少し変わっていて、独自の電気系統。少し変わっているどころじゃないんですけどね。はい。あー、なんでよー、一回で言いなさい。はい、ほぼ完成。ほらね、ほらね、電気つないだもんね。刑執行室を実際に使う前に一度テストしておいた方がいい。え、スイッチを入れてみて機能していることを確かめてみよう。え、これはあれ、あれじゃないですか、あの実験台は貴様だみたいなやつではないですか。え、なんかさ、昔話じゃないなってあるじゃないですか。はい、おかしいな、電力を送りすぎて発電機のブレーカーが落ちてしまったらしい。真っ暗だ。電気椅子が必要とする大量の電力に耐えるにはもっとパワーが必要。はあ、はい、発電機をクリックしてスイッチオンを選び、スイッチを入れ直そう。電気椅子の操作に必要な電力が確保できる。コンデンサー？ここを作って復活させたら向こうの電気椅子をオン。はい、これか。あ、ここだ。よいよ。はぁ、え、なんか、あれですね。あのさ、あれを設置するためにこうなんか作っていってると思うと、なんかちょっとね複雑な感じですけれども、この辺はどうなんでしょうね。あー、できました。え、電気をつけるんですね、スイッチオン。あー、軽くなった。はい、で、あとにどこに行ってしまったんでしょうか。あ、あー、これだ。はい、これを、これのスイッ
よ。はい。これ、うわあ。そろそろ慣れたい、そろそろ慣れたい、こいつ、こいつの電話に。はい、よくやった、これで任務完了だ。さあ、さあ死ねみたいになりません、大丈夫ですか。ああ、これから起こることはこちらの職を読めない。なんとかがいた。我々はプロとして、きちんと仕事をやり遂げた。一番大切なことだ。次に起こることに考えねえ。ああ、え、ああ。すごい、なんか、この、チビキャラじゃわからないさ、この、リアル感みたいなのが、この写真で出てくるのがあれですよね、ちょっと。あ。いや、でもさ、この人、エドワードだっけ？だってさ、ねえ、ちょっとその、奥さんの、ねえ、その現場を見なければ、こんなことにはならなかったのかもしれないじゃないですか。あー、神父さん。あ、ん？これ、あ、まだ捕まって、なんか、あれか、お祈りみたいのしてるのか。許しを請いに来たのですか？何をしたいのか自分でもわからない。そうだよね。だって、ね、人を撃ってしまったわけです。自首しなさい。罪は必ず償わなければなりません。過去の過ちを認めることなしに未来はありません。うーん。すれば許しやれるのに。なんとも、ちょっとコメントをしがたい感じの、ですけれども。はい。この前に法で定められた方法で罪を償うの。それを避けることはできません。ああ。正しいことをしただが、それを理由に、この世で許しを得ることはできない。そうだよね。結局自分からだって自首した、みたいなの言ってたからね。すぐ神のもとへというか、許し得られる。ああ、ああ。え、こんな、こんなさ、こうすぐ近くの部屋にいるのも、やだよね。寝れなくない？普通に。ここで何日過ごすのか知りませんが。私が設置したんじゃ、これを、ああ、ああ、え、でもさ、これあれだと思うんですよね。この神父さんとかさ、ああ、さ、さ、このさ、この下ろす人、下ろす人もさ、絶対嫌だと思うんですよ。あ、エドワード・ラムジー、お前は2件の第1級殺人で有罪となった。で、死刑に処される。最後に言いたいことは？え、ここで、ここでお肉が食べたいとか言ってください。あ、はい、はい、ということでですね。ちょっと、え、全然思ってたのと違うんですけど、なんか、とりあえず、今日は、この辺で、おしまいにしたいと思います。はぁ、ということで、プリズムアーキテクト実況プレイでした。はぁ、ジョハートが人生で見た中で一番可愛いと思う。え、なんかさ、人生って言われるとさ、ちょっとあれやこれやとあるじゃないですか。え、なんだろうな。高校1年以内、半年以内とかだと、あれですね、あの、ハリネズミカフェにね、行ったんですけど、なんかね、あの、子供のハリネズミが言ってるの、これ、これくらいの、わかる？わかんないかな。本当にこれくらい、このイルハートの目ぐらいの大きさの。
ちょっと思った、もうちょっと大きいんだけどぐらいの子がいて、なんか手のひらサイズみたいな子がいて、でもね、めちゃくちゃやっぱカフェの子だからかわかんないんですけど、めちゃくちゃ人の手に慣れてて、なんかさ、ハリネズミってさ、あの子なんかチク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 イメージあるじゃないですか。なんかまあ大人のハリネズミは、大人のハリネズミはなんか背中がさ、たわしみたいななんか感じなんですけど、割とね、チクチクしたいんだけど、子供ってさ、なんかまだ針が柔らかいとかあるのかな、めっちゃ、なんかもうめっちゃ、ボーンってしてで、なんか乗っけたの、この膝の上に乗っけたんですよ。乗っけていいって言うから乗せたらさ、なんとね、なんだね、このさ、なんかこうさ、こう、なんていうの、座ってさ、こう足を閉じるとさ、こういい感じにこう間にくぼみができるじゃないですか。そこにはまって、なんか顎をうずめて寝だしたんですよ。もうめちゃくちゃ可愛かった。写真あるから今度載せるかもしれません。そんな感じかな。はい、以上です。